今回はセブンイレブンの嬉しいねインギバター醤油のおにぎりですね。こちらを食べていきたいと思います。早速こちら切っていきますよ。半面ですけど、パッと見ちょっと小さいんで分かりにくいですけどね。早速ちょっといただきたいと思いますよ。どんな味わいですかね。うん、あ、食べてみるとエリンが結構バターに染まって美味しいですね。これいや結構いいもんですね。これバター醤油でエリンギが入ってる感じですからね。いいんじゃないですかね。バター醤油だけでも美味しいですからね。おまけにエリンギですからね。いい味わいですよ。見た目だと分かりにくいですね。これですね。というところで本日はこのセブンイレブンのエリンギバター醤油をいただきました。ご視聴ありがとうございました。